働き方が多様化した今って何を着るかっていうのは結構悩ましい問題ですよね。スーツで決めたつもりがかえって浮いてしまったり、ビジネスカジュアルといってもそのさじ加減が結構難しいですよね。そんな問題を解決するのが上質なセットアップスーツです。前回ですね、こちらのセットアップスーツについてポイントをお話ししましたので、今回はですね、このスーツを使った着回しの仕方をお話します。こちらのスーツの詳細についてはですね、前回の動画でお話ししています。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければそちらからご覧になってください。ではですね、まず最初に今回のコーディネートに使うアイテムをさらっとご紹介していきます。まずこちらがですね、ルイジボレーの白のリネンのシャツです。続いてこちらも同じくルイジボレリのシャンブレーのセミワイドのシャツです。そしてこちらがプレーンな白と黒の半袖のクルーネックの T シャツです。そしてパンツはこちらのネイビーのコットンパンツと、ちょっと分かりにくいかもしれませんけどグレーのチェックのパンツを使います。靴はですね、ボルドーのスウェードのスリッポン、そしてケンのクロックのようなデザインのこちらの靴を使います。これにですね、小物でネクタイとスカーフを一部使っていきます。それでは実際に着ていきます。はい、実際着てみました。まずはですね、一つ目はですね、タイドアップスタイルをご紹介します。シアサッカーのイージーセットアップスーツの場合はスーツ自体に結構インパクトがありますので、インナーで盛りすぎると結構うるさくなってしまうので、合わせるアイテムはさらっとシンプルなものをセレクトしました。セレクトしたのはですね、ブルーのシャンブレーのシャツです。ドレスシャツというとですね、ブロードとかが一般的な素材なんですけれども、ブロードのシャツは合わなくはないんですけれども、シアサッカーのカジュアル感のある素材感にちょっとアンバランスなので、合わせるならこういうシャンブレーのシャツがバランスがいいと思います。ネクタイもですね、同様にですね、シルクサテンとかの光沢の強いものだとやはりシアサッカーの素材感と合わないので、シルク 100% なんですけれども、光沢がマットで素材感のあるものをセレクトしています。さらにですね、裏地なしのスフォデラードの仕様のタイでスーツ同様の軽快感を出すとタイドアップスタイルがこなれて見えると思います。シャツの着こなしのポイントとしてはですね、あえてカジュアルなセットアップスーツを着るので、長袖のシャツを着てもあえてこうやって袖口はロールアップしてこういう状態で着てしまってもいいと思います。そしてですね、シャツですけれども、当然スーツで着るのでタックイン中に入れるんですけれども、まあベルトはなしにしてシャツを入れて適度にこういう風にシャツを出してブラウジングしてあげるとよりリラックスした感じのタイドアップスタイルになると思います。ではですね、実際にジャケットを着てみます。はい、どうでしょうか。シアサッカースーツにタイドアップしていますけれども、普通のドレススタイルのビジネススーツと比べて何ら違和感はないと思います。フロントのボタンもですね、このように留めて着てもいいですし、まあ、リラックスした感じなので、このようにフロントボタンは開けて止めずに着てもリラックスした感じでいいと思います。合わせとしてはブラウンにブルー、この2色で統一したアズーロエマローネの王道的な合わせなので、このスタイルでしたらどんなビジネスの場面でもある程度カバーできると思います。靴はですね、少し見にくいんですけども、ちょっと離れますね。靴はですね、ブラウンの表側のタッセルローファーを履いています。続いて2つ目はですね、スーツのシャツを使った納体スタイルです。インナーのシャツはですね、白無地のリネンです。シアサッカーのリラックスした感じとリネンというのは素材の相性がすごくいいので、ポプリンとかブロードではなくあえてリネンをセレクトしています。夏のスタイルをですね、おしゃれに見せるには引き算ばかりするのではなくて、引いた分を足すということがとても大切なので、今回はですね、ネク
体を引いた分2つ足し算をしています。まずですね、もう分かりやすいと思うんですけども、ネクタイを引いた分スカーフをして首元に華やかさを出しています。2つ目はですね、シャツをタックインパンツの中に入れてこのドローコードを見せるということです。ベルトループがついていますのでベルトをすることもできるんですけれども、イージーセットアップらしい今時のリラックスした感じを出すにはベルトをしない方がどちらかといえばおすすめです。パンツのこのドローコードというのはもちろんこれを締めてウエストを固定するという機能的な役割もすごく大きいんですけれども、今お話ししたみたいに見せるものというデザイン的な役割も結構大きいと思うんですね。このドローコード、この紐があるのと何にもなくてベルトをしていないというのではたかだか紐なんですけれどもかなり印象が変わるんですね。ぜひですね、ドローコード付きのイージーパンツを履く場合はシャツをタックインしてベルトなしで一度挑戦してみてはいかがでしょうか。この時のシャツの着こなし方も先ほどと一緒でよりリラックスした感じを出すために、まあ、長袖のシャツは着ていますけれども袖はロールアップまくって少しリラックスした感じで着た方がいいと思います。ではですね、今回も実際にジャケットを羽織ってみます。はい、どうでしょうか。シアサッカーのシャツに白無地のシャツを着ているというかなりシンプルなコーディネートなんですけれども、通常のスーツに納体のスタイルとは随分見た目の印象が違うと思いませんか。それには今お話ししたみたいにスーツの素材感とシャツの素材感を合わせたり、あとは首元にポイント華やぎを持ってきたりとか、あとはですねこういうスタイルでもやっぱりこのシャツのこのブラウジングこのふわっとした感じ分かりますかね。これがやはり全体のリラックスした雰囲気にかなり貢献していると思うんですね。ですのでこういうイージーセットアップの着こなしというのは今までのドレススタイルのスーツを納体で着こなすということとは随分着こなし方が変わってきます。靴はですね、まあ、今回もちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、先ほどと同じ表側のブラウンのタッセルスリッポンを履いています。続いて3つ目のスタイルはですね T シャツカットソーを使ったスーツスタイルです。軽量仕立てのセットアップスーツは T シャツとかカットソーなどの軽やかなインナーとすごくよく合います。無地の黒 T に首元にスカーフを巻けば程よくエレガントさが加わるのでオフィスにも馴染みやすいと思います。ここでですね、大人の男性が着るべきこういう T シャツのサイズ感についてちょっとお話します。今時のサイズ感の T シャツというのはやや袖も長く着丈も少し長めぐらいの方がおすすめです。肩もですね少し落ち気味のものです。ややゆったりしたシルエットなので少し落ち気味のものですね。特にですねこの袖の感じと丈感というのはすごく重要なので、これがですねこう短すぎてもかっこ悪いですし、まあ、長すぎると当然かっこ悪いですし、袖もですね昔少し流行ったような袖の短いこうピタッとした T シャツありますよね。そういったものは今の時代結構もう NG なサイズ感なので、このぐらいの少しミディアムフィットのリラックスしたサイズ感の T シャツを選んでいただくといいと思います。ではですねこの上に実際にジャケットを着てみます。ではコーディネートをご説明していきます。 T シャツの場合もですね一応僕はタックインしています。これに T シャツの場合はですねタックアウト外に出して着ていただいてもいいと思います。まあ、出すか中に入れるかはお好みで選んでいただければいいかなと思います。夏のイージーセットアップスーツをおしゃれに着こなすコツはですね3つの首の見せ方というのがすごく重要になってきます。3つの首とはどこかと言いますと、まず首です。そして手首、3つ目は足首です。1つ目の首、これはもう分かりやすいと思いますけれども、首元には T
Tシャツを着た場合もスカーフを足してエレガントさをプラスします。2つ目の首、この手首の見せ方なんですけれども、来客の予定がない日とか休日にはジャケットの袖をまくってラフに着こなしてみるのもおすすめです。はい、こういった感じでジャケットの袖を1つまくっています。あまりこう上にこうまくり上げすぎると少しやりすぎ感があるので1回ぐらいの感じでいいと思います。あとはですね、少しこういうふうに上げたりして調整してもいいかなと思います。その時にですね、こんな感じのバングルとか腕時計なんかで手首にポイントを作るといいと思います。次にですね、3つ目の首、足首の見せ方はパンツの丈が重要になってきます。通常のですね、クラシックなスーツのパンツの丈よりも短くして足首を見せます。一度離れてみますので、ちょっと見にくいかもしれませんけど一度離れてみます。少し見にくいかもしれませんけれども、パンツの丈はこのぐらいです。完全にもう足首が見えています。そうなるとですね、人の視線というのはおのずとこの足首にも集まりやすくなりますので、合わせる靴に一工夫をします。僕がセレクトしたのはボルドーのスウェードのスリッポンです。このスタイルの場合はですね、ブラウンとかブラックのスリッポンでもいいんですけれども、見せることを意識したあえてのセレクトです。続いてですね、4つ目はですね、セットアップスーツのジャケット単品を使ったコーディネートです。パンツはですね、ジャケットの柄色を拾ってネイビーを合わせています。このネイビーのパンツはですね、2タックのアウトタックで、腰回り、ヒップ回りはかなりゆったりしたシルエットのものをセレクトしています。この時の T シャツはですね、パンツにタックインせずにこの場合は外に出して少しラフな感じで着こなした方がいいと思います。少し見にくくて申し訳ないんですけれども、足元はですね、ビルケンのクロックのようなデザインの靴を合わせています。この手の靴はですね、カジュアル感はあるんですけれども、普通のサンダルのようにですね、足の指が見えないのですごく上品に見えるんですね。ですのでこういった大人の男性のジャケットスタイルにはすごく取り入れやすいと思います。この場合もですね、やはりポイントとなるのは首の見せ方です。今回もですね、パンツの丈はかなり短くして足首を見せています。足首を見せて足元を少しコンパクトに見せることで、こういったボリュームのある靴が生きてきます。最後5つ目のスタイルはですね、先ほどの黒 T を使ったジャケット単品スタイルのコーディネートです。足元はですね、グレーベースの大柄のチェックのパンツを合わせています。足元はこのスタイル同様、ビルケンのクロックのようなデザインの靴を合わせています。今回の場合もですね、この足のくるぶしよりも随分上でパンツの丈を合わせることで、こういったサンダルが生きてきます。このスタイルの場合はですね、ストライプのジャケットにチェックのパンツという柄を重ねるコーディネートなんですけれども、休日だからこそ冒険してみてもいいと思います。はい、以上ですね、今回はセットアップスーツの着回し例を5つご紹介させていただきました。今回ご紹介したこのセットアップスーツの詳細は別の動画でお話ししています。概要欄にですね、その動画のリンクを貼っておきますので、よろしければそちらも合わせてご覧になってください。 YouTube の他にですね、ブログも更新しています。ブログではですね、オーダーの仕上がりもたくさんご紹介しています。他にはですね、インスタグラムも随時アップしていますので、よろしければそちらもご覧になっていただけたら嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と評価をお願いいたします。